YouTube 見て来られたんですよね、はい、それでどんな症状だったんですか。もう椎間板ヘルニアで立てない、立てない状態で、立てない、座れない、5分も立てない、ああ、はあ、座るのなんて1分も座らない感じで、ああ、はあ、それで1回目治療して、はい、息子の卒業式に行かれないとか言って、出たくて、うんうん、1週間前に先生の方にご連絡したら、うん、たまたま空いてて、はい、それで1回やってもらったら立てるようになって、うん、びっくりしましたよ、その日に。でもう1回やってもらって、うんうん、本当に、あ、前日です、息子の、前日、はい、で行けたんだ、卒業式に。よかったですね、はい、ありがとうございます。はい、よっしゃ、もう1回見てみましょう。さあどうでしょう。圧迫がだいぶ少なくなったね。はい。うん。ちょっと、うん。ちょっとだけまだありますけども、だいぶ少なくなりました。はい、右、左から右、右から左、左から右に動いてないです。はい。はい、こっちうつ伏せになってます。はい。うん、これでいいです。骨盤はだいぶ良くなってきてる。はい、はい、こちら横向き、はい、OK。 だいたいね、腰が痛いのが座って立つとき痛ければ仙腸関節ね。で、座って痛ければ4番目。歩いて痛ければ、立って痛ければ5番目と。場所が全然違うんです。はい、こっち横向いて。OK。はい。立ってみて、今。今感じ見てどう？あ、でも、はい、軽いね、はい、はい、こっち、はい、はい、足はもっと後ろで、はい、お腹を下に全部下ろして、もうちょっと腰も全部下ろして、はい、こっちです。これで場所を特定します。うん、大丈夫。すごかった、すごい痛いね、すごい音したよ。はい、力を持って、首もう一回、はい、もう一回、もう一箇所、一番上のアトラス親指で OK。 どうですか今歩いてみて、今感じ、全然歩ける。あ、すごい痛みが取れた。最高だわ。歩いてくるとき痛かったんですよ。今大丈夫です。はい、はい、大丈夫ですよ。はい、よかったです。はい。